ほら、1P 側は図面メカセットし、2P 側はディスクティーラで最初の30分を行います。開始。そうですね、この組み合わせはさすがにサクッと俺に任せの決心。力を感じるな。楽しめそうだな。図面メカさんがいつもと色が違うと。シェイキラー、最初は昇竜3回連続で通してラウンド取り返す。ジムメカセットし、さらにエリコとマークが昇竜で見られて、ロシーちゃんが待機している。ここでシーちゃんスクールが爆炎で空を飛んでいた。さあここで投げ通してダブルエース出してから中エリアル EX タックルで逃げ出して、さあテシンが出てくる。耐えるクリールがあるので、そんなに焦らなくていい。一側であったか。さあ、これワンコンボ。オーバーヘッド、オーバーヘッドから。さあ、ダブルエリアで取ると、耐えるコマンド持っていく。さあ、リーダーさん。耐えるクリールが平たくなって、ここで勝利がカウンターヒット。勝利カウンターヒットは、ああやって浮いてしまうので、先よりまであって一歩、ここで鉄心を出して、勝利は冷静に見ていた。さあここでガメアナと捕まえて、さあここで切らせられるか。やった。さあ残り 0.5 本。さあこの体力残り50ヒットをオーバーするので、どうやって切るか。さあここで受けてエクシブ大砲、油断はしっかりガード、油断はしっかり寄る。さあ EX タックも4つかわして、さあこれ捕まってしまった。さあどこまで切るか。オーバーヒット状態だが、普通はそこまで行っていないので、エリアルテープに一戦目は自分のセットシーガット。ウィナー橋平さんがさあ勝利数のカウントをしてくださっている。一戦で4分半、やっぱこの組み合わせ長引いてますね。お互いにワンコンボで一気に体力持っていけるので、体力リードがあってもちょっとどうなるかわからないですね。
ワン、2戦目シェイキラー頼むぜ。長めプレーしてるから取り返し。ここからステッキーターをずらしてここをラウンドシーちゃんをうまくかわして画面を捕まえて出るさあ、よりちゃんがやばい。ここで勝利強力で切り返し前転から何を狙ったかオーバーヘッドで取り上げる。さあ、ダメージで刻むがしかし、お互い体力が一気に半分近くに切る。さあ、これ一回手心を出してさあ、これ、しーちゃんの下段がカウンターヒット、しーちゃんの下段もカウンターヒットすると拾えます。そしてはこのカウンターヒットした時に、この後拾いに行ける攻撃が非常に多いのが魅力です。シーリアルを切って、拾ってしまった。さすがにこれは、30ヒット超えているので、どうか。死なない。ここで最後に勝利。1本取るのは人脈チェプジー。踊るがよい。ちょっと待って、ちーちゃんを上から避けて、さあ、着地したところに下段を外して、ちょっと見ながら、着地したところが画面8、踊るのは、さあ、もう入っていって。レッツリードしたが、ライブリードはあるもののピッチャーですので、このバルーンを使ったコンボができると、画面からでは、ここからでも画面端のエリアが見えていると。さあ、ストライクを出すが、EX がこれであったのか。さあ、今度はシーちゃんの下段もついていがあるか。さあ、シーちゃんごと潰して画面端を構える。勝利が高くて追加されるし、これ中段刺さる。さあ、これ一気に距離を詰められて、手心さんがいなくなる。バルーンは避けて、さあ、バルーンが刺さるんじゃないかと、ちょっとガードしてましたけど、相手が押してこなかったんで、バルーンになって、さあ、手心で押して押して、捕まえて、さあ、画面端で撫でた、捕まえて、バルーンを押して、次の取り返し、スピラ。自衛情報、自衛状況、ちょっとし2本着、次が1本着。最初は、タクシーから、こちらが、ここでバック。はい、ですね、結構で自衛状況を確認しながら、全部で2本着、上がってくれて、ここで2回、踊り3本を、で、ターゲットが1回止まっている。追従ためながらの牽制が非常にうまい。さあ、ここで敵が出てくるが、ガードさせられて前線に近いに切る。さあ、画面に敵が当たる。この画面中の不信感が本当に精度が高い。さあ、なんでここで後手陣投げのやつが切られたが、一つで捕まえ直して実さんが一本取り返す。シェイキラー総理どこだリンガラス頼むぜ。この試合は先に倒ったのにシェイキラーここで終了を求めているがリンガラス頼むぜ。さあ、ここでシーちゃんのカウンターヒット頼むぜ。このチャンスでシェイキラーの手が下がったので、さあ、ここでタックルを下がってカメラの投げが使ってしまって、さあ、自信感が出てきた。自信感を強くして1回距離さあ、ここで補正を切っていく。1本取るのはディスクディーラー。ゲージ上昇も 1.5 と 1.5 強。ゴー頼むぜ。
それぞれのラウンドお互いがパッサッと取りに行く形だったので今までよりは比較的短い試合時間でした。シェイキラーやるがよいリンガラスのキャンプやったぜ。リバカで勝利を打っていく。ここでデダン、デダン何か動いているとああやって拾われてしまう。オーバーヘッド全然抜けてデダンで捕まえてから画面に込んでリンガンでいく。さあ、空中でしまったが、これより、さあ、次はかな、次はかな、ここもさあ、段差して、勝利を突き潰して、もう一回打ち目、次はね、拾って、するが、タイプリードは、大幅に、次は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 、残っていたんで、最後は、指輪が刺さる。ゲージもこの回収量ゲージタックルで抜けていってシーちゃんは取れるが前から来たらゲッドの攻撃がヒットさあシーちゃんシーちゃんがどこから飛んでくるかわからない入れ替わったことは右左で注意でどこでスタートすればいいか切り込む地に切って1本取り返す地味勝てたしフェイズ3ゴー！シーちゃんが攻撃を仕掛けてきて、さあ、ここで飛びが通った、さあ、前転は枯れなかったが、さらにシーちゃんが横に滑り下ろしている、このディレイが完璧に、さあ、画面端で手を取ってますね。殴るここを動かす。さあここでエクセルが間に合ったが体力がこちらに効いてた。 EX タックルで切り替えちゃう。呼んだがそもそもこれで勝負ではないと。さあここでバルーンが上から出てきてヒット。さあしっかり
側は体力の攻撃で、ここがヒート状態。左側は電車様に走る、黄色の鉄器があるとしっかりついてます。フェード、伸びることができない。最後は踊り子が刺さる。ティラが2本目。1本ずつ順番に取り合う形。さあ何目か何が玉投げが辛い。スリーバシーちゃんが座っているだけでものすごい威圧感があるかもしれません。さあしっかり使ってスリーボールになったら、さあオーバーヘッドのオーバーヘッドを裏から刺されてシーちゃんでダメージを取っていた。さあもう一回シーちゃんが座って、さあシーちゃんが走っていったのを見てか、楽園で締めてダメージを取っていく。さあ EX 要素で一発くらい、ここでバルーン。ワンコンボ決めて体力をコンボに持っていく。さあここで中断を、削り下ろし、削り下ろしのためのシーちゃんの手が非常にうまい。画面端で刻んで刻んで1本取っていく。順目かけとし、シーちゃんは横取りくれる。さあこれ一段がちょっと奥に間違えたのか。さあこれ前に一度戻ってきて、レイが刺さったが頑張ってくるか。さあピーちゃんを進んでいて画面端の高め目線を買って振り越えたが、振り越えたサピーでドミカテさんが捕まえ直す。さあピーちゃんのコンボ決まってバルーンでスタート。トリプルエリアルはちょっと見つかりましたが、体力的に危険な状態です。さあスタート一撃でまずシーちゃんを突き抜ける。さあここでシーちゃん中断。さあシーちゃんの足払いが引っ越してしまって、バルーンで、あーっと黒岩直撃してしまった。さあお父さんは振ってこない。画面外れて貧困浮いたけど指輪で捕まえ直す。背面あたりは最後はバルーン。俺に任せりゃざっとこんなもんや。攻撃してたの、答えは私とお父さんです。そう、完全に交互に取り合っております。シェイキラー開幕は2人に1回決める。さあそして読み直しアンエだったが、レイさんは飛んでいなかった。さあ後ろからシェイちゃんが来るからレイジにガードを。さあしっかり勝って恐竜はスーダロスレッツされてしまう。リスクバックエンまでさあ、ここでシーちゃんを越してなど、勝っていく。さあ、シーちゃんが出てしまったので、一回起こして、勝っていく。シーちゃんがいないので、決めていったが、この試合は、勝負。さあ、ここで、
コンボが入る、大体頭突きのところ、バルーンからのコンボが頭突きになる。ダーコンボ、リアクションして、ピオリスタイルコンボに大幅に持っていくが、ここで立て替えて、2時間が今。落としていく。さあ、鉄人が出ているので、うかつに持ちの攻め方は、それを見越して、ゲージを使うことなく、実際は画面を押していって、ここで、1本取るのはリスクディーラー。シェイキラー。さあ、鉄スキルが落ちている。ガッツリ落として、落としているところに、フォワードを刺したら、さあ、ここで、スキーちゃんを落とすことができまして、さあ、ここで下段、スキーちゃん下段。カード4をフリーして刻んでいく。さあ、これ2が決めて1カットで拒否。さあ、自信が潰されてしまう。投げはクラッチカウンターストレーを持っていたので通らないが、ここで大コンボ。さあ、スキーちゃんは拒否を通してくれて、またスキーちゃんを大事化する。また特定してゲージが入る。中がこちらのキッカーで段差さったが飛んでいたので、それを追いかけることはできない。スキッカーが出てきて、前から後ろから攻撃が飛んでくる。さあ、下段がカウンターヒット。これは拾える。バルーンオーバーヘッド2ヒット取り返す。全面確認とし、ゲージをホールしてゲージを強とジャック。でさあ、ここで削り下ろし。さあ、このマッチジャンプのブルブルで捕まえ止められてしまう。でドリブルエリアルと切り詰めて寄った。さあ、ジャンプを置いてジャックに掴んで、さあ、ここでさあ、コースの飛び方を失った。時間はあと7分ぐらいですね。やられないしーちゃんの声。ちょっと片付けてやれ。面白い力を感じるな。フェーズ1ショータイム。いくぞ。足引きなので転生していって、大当たりとなって、足バレでこらすピンダロスで自分を打ちながら引き場所を使いながら画面を押していく。さあ、これ投げが通ったが安い。オーバーヘッドリーで、君狩りの昇竜は使われています。さあ、高く仕上がったのをきっちり拾って、それを使ってはちょっと失敗。そのまま釣りガードして、さあ、しーちゃんの手段が通ったので、これだけ豊富な角が使われています。画面を押されたが、きっちり使えて、引けるとちょっと失敗。逆に引き手で下ろして、ビームが出てきますが、今度は見ていく。オーバーヘッド、オーバーヘッド。ここで君が通って君を、さあ、君を待っている君が出てき、さあ、じいちゃんの下段が一発一発になって、じわじわ体力も減っていく。君の時間も減っていく。君を爆発させるが、じいちゃんはまだ力が変わったまま。さあ、後ろからと走っているじいちゃんがキックバックで背中に刺さる。リースタックル通して、ここに決めかけたし、さあ、下段は刺さる。
さあ今度は2段が刺さる。さあスライドが引き出して、バルーンから後ろ回って、バルーンを引き立て回して、ダブルエリアル、ここがヘッドまで。はい、ここに持っていって、ドラゴンアタックがかわして、シーちゃんも抜けに来るが、さあ、トップシーンの通常技の発生が早い。ブラウンを回したら、ここがナスで、なって、さあ、残ったが、値段で2度潰す。受けた手口が、5本目、3連勝で5本目。もう1試合やったら入れたいですかね。ウィナー野口さんが何やらフラフラしながらやってきました。せっかくのデッドシーンなんで、ノックさんに持ってもらおうかなと思ったんですが、首を振る。ちょっと片付けてやる。力を感じるな。さんが見に来るだけ来たけどしんどいと。ファイト。さあ、手が通ったが、ここに繋がらず、振り下ろして、カメハシ。さあ、コアドキザンで、さすがないよ。
さん、みんなの出番が取れた画面を出てくる。さあ、パス当たりだったが、ここで飛び立ってしまって、俺に任せる。ざっとこんなもんや。攻撃してたの。さあ、ここで30分経ったので状態に入れ替えがあります。